はい、どうも皆様、アーサーです。ポケットモンスターソードシールドやっていきます。今回はですね、ただいま僕が所持しているこちらの色違い巨大マックスブリモン、なんとですね、そのレイドバトルにまた参加することができました。本当にありがとうございます。で、今から参加するんですけど、今回はですね、色違い巨大マックスのレイドバトルに参加する場合、どのボールで捕まえるべきなのか、一番捕獲補正率が高いのはどのボールなのかを皆様にね、紹介していきます。で、紹介しながら、まあ、レイドバトルやっていくのでよろしくお願いします。はい、やりました。こちらですね。それではやっていきましょう。はい、色違い巨大マックスブリモンですね。いやー、すごい可愛い。で、前回はですね、この色違い巨大マックスブリモン、マスターボールで捕獲しました。で、今回は違うボールで捕獲していきます。まあ、そのボールが何なのかというと、ラブラブボールです。まあ、これには理由があって、もちろんおしゃぼでラブラブボールで捕まえたいっていうのもあるんですけど、実はですね、この剣盾で、マスターボールを除いて一番捕獲補正率が高いのはラブラブボールなんですよ。で、ラブラブボールの捕獲補正率は8です。で、リピートボールが 3.5 なんですよね。もう大幅にもうラブラブボールの方が捕獲補正率上なんですけど、で、ラブラブボール効果を適用させるにはですね、まず相手のポケモンと同じ個体を用意する必要があります。つまり、まあ、ブリモンならこっちもブリモンを用意しなくちゃいけない。で、なおかつ相手のポケモンと違う性別の個体を用意しなくちゃいけないんですよね。だからブリモンは性別メスしかいません。なので、まあ、オスのブリモンを用意すれば捕獲補正率が8になって、まあ、捕まえやすいんですけど、ブリモンは性別メスしかいません。なので、まあ、性別オスのブリモンを用意することはできない。で、ラブラブボール、そうなるとどうなるか。捕獲補正率が8ではなくて、まあ、モンスターボールと同じ1になります。だから、まあ、ブリモンはラブラブボールで捕獲するべきではないんですけど、まあ、僕はね、なんとしてもこの色違い巨大マックスブリモンをラブラブボールで捕獲したいんですよ。もうこの色合い的にもうラブラブボール以外ありえないと思うんで狙っていきます。まあ、0% ではないんでね、まあ、少しでも確率があるならそれを狙ってみるべきなんじゃないかなと。で、ラブラブボールも使えないとなると、そうですね、ブリモンの場合はリピートボールで捕まえるのが一番いいのかな。 3.5 だから。で、リピボの次がダークボールかな。ダークボールは捕獲補正率3です。だから、まあ、マスターボールがない場合はブリモンの場合リピートボールで捕まえた方がいいですね。まあ、それでも巨大マックスの場合捕獲補正率がかなり低いんでね、確かなんかディピボでも捕獲率なんか1割とかなんかそれくらいの話聞きましたね。かなり低いです。そのかなり低い巨大マックスを今からね、モンスターボールと同じ捕獲補正率のラブラブボールで捕まえるわけ。やべ、緊張してきた。行くしかねえだろ、男なら。頼む、ほんと。揺れて、お願い、揺れてくれ、頼む、頼む、頼む。うそ。一回も揺れなかったな。マジか。あー、でこれ捕まえられなかった場合はリセットしましょう。リセットすればあのボールを消費したことにはならないんでね。ラブラブボールも貴重だから、まあ、レポートは書くべきではない。ここはリセットしてなかったことにする。はい、なんと今回はですね、色違い巨大マックスリザードンのレイドバトルに参加することができました。本当にありがとうございます。で、前回はですね、ブリモンにラブラブボールを投げて、まあ、見事に失敗してしまったわけなんですけど、今回の場合はですね、
実はラブラブボールすごい捕まえやすいんですよ。まあ、なぜかというとリザードン性別オスメスどっちも存在するので、まあ、例えば今参加しているこのリザードンは性別オスです。なので、まあ、性別メスのリザードンを先頭に出せばラブラブボールが適応されるので、まあ、捕獲補正率8になってすごい捕まえやすくなる。まあでもね、まあ、見てもらえば分かる通り今回はリザードン用意してません。じゃあ何のボールで捕まえるか。マスターボール以外ありえない。てかそもそも、まあ、リザードンにラブラブボールはちょっと似合ってないと思うんで、黒だからね。うん、まあ、マスターボール捕獲させていただきます。まあ、だからあれですね、性別、まあ、オスメス存在するポケモンのレイドバトルは、まあ、ラブラブボールで捕獲した方がいいです。同じ個体の性別違うやつを用意して、でブリモンみたいに性別が一つしか存在しない場合は、まあ、リピートボールもしくはマスターボールかな。まあ、ラブラブボールでも 100% 捕獲できるとは限らないので、まあ、本当に言うのはマスターボールで捕獲した方がいいんですけど、まあ、マスターボール1個しかもらえないんでね、まあ、すごい貴重です。持ってない方はいると思うんでね、まあ、マスターボールがない場合は、性別オスメスどっちも存在する場合は、まあ、違う個体を用意してラブラブボール捕獲補正率8なんで、でブリモンみたいに性別が1つしか存在しないポケモンはリピートボールをおすすめします。リピートボールの捕獲補正率は 3.5 なんでね、うん、結構違うんですよね、ラブラブボールとリピートボールの捕獲補正率。まあ、でもブリモンみたいに性別1つしか存在しないポケモンはかなり少ないんでね、うん、まあ、基本はラブラブボールが一番いいかな。だからラブラブボールの場合はね、レイドバトルのポケモンと違う性別の個体を用意しなくちゃいけないんで、まあ、そこが少々めんどくさいですよね。うん。で、このリザードン硬いな。実は、巨大マックスリザードンレイドバトル初めてなんですけど、多分リザードンの場合は、ウオノラゴンの方がいいですよね。水弱点だからな。やっぱエラ神はかなり食らうね。でも色違いのリザードは何のボールがいいんだろうな。おしゃぼう。じゃあこれマルチで参加する場合はね、他の参加者かなり捕獲率低いんですけど、ホストの場合はね、ソロで挑めばもう 100% 捕獲できるんでね、もう好きなボールで捕まえられるんですよね。まあ、そこがいいとこですよね、ホストの。だからさっき失敗したブリモンもあれホストなソロで 100% 捕獲できるんですよ、ラブラブボールで。マルチだと多分まず無理だと思うんでね、まあ、やっぱりおしゃぼで捕獲する場合は自分でレイドバトル粘るしかないんですね。はい、リザードンこれで弱ってるので捕獲できますね。さあこの時のために用意したマスターボール使わせていただこう。持ってるよな。あぶねえ。どっか行ったかと思った。さあ行きますよ。いやーでもなんかこうしてみるとマスターボールのデザインも案外悪くないな。普通にかっこいいっすよね。でマスターボールで捕まえる場合はねもう 100% なんで心配する必要はなし。精神的にも楽ですね。さっきのブリモンはマジで緊張したからな。さあこれでリザードン捕まえることができました。かっこいい。やっぱ黒色の色違いっていいっすよね。いいデザインしてるわ。で巨大マックスを捕まえた場合はですね、まず先にすることは、そうだ、レポートを書く。これでもしレポート書き忘れたら、なかったことになっちゃうんでね、必ずレポートを書きましょう。で、個体をチェックする。はい。特性、猛化。そして性格、身長。いいね。
まあ、成果構成とか変えられるんでね。で、答えじゃあ 4V です。うん。やっぱ色違いの巨大マックスはいいな。これな。ちょっと見ていこうか。これがギザードン。で、これがブリモンです。美しい。まあ、皆さんもね、ぜひ、巨大マックスポケモン、好きなボールで捕まえてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。